ジーン、バティストドニジャン・バティストデニはフランスの医師である。1667年に人に羊の血を輸血する治療を行った。これは科学的な記録が取られた上での人への輸血としては初めてのものである。パリ生まれ。医学の道を志し、ヨーロッパ最古の伝統を誇るモンペレー大学の医学部で学ぶ。その後医師として成功し、 フランス国王ルイ14世の顧問医師も務めた。1667年6月15日、人への輸血を研究していたデニは、15歳の少年に12オンスの羊の血を輸血した。この少年は生き延び、同様に別の労働者にも輸血がされたが、彼も生き延びた。現在の血液学の理論から見れば、 非常に危険な行為であるが、二人が生存し得たのは、輸血の量が少なく、拒絶反応に体が耐えられたためだと考えられる。三人目のスウェーデンの貴族クスタフ・ボンドに二回の輸血が行われたが、二回目の輸血の後すぐに死亡した。さらに1667年の冬、アントワーヌ・モロワに子牛の血を輸血したが、三回目の輸血の後死亡した。モロワの死をめぐって、 彼の妻がデニを訴え裁判となった。後にモロワの死因は夫の財産を狙った妻によるヒ書を使った毒殺であることが判明し、デニは無罪となるが裁判の後彼は輸血実験を二度と行うことはなかった。この治療法は論争及び1670年に禁止された。輸血が安全な治療法になるのは そこから200年以上経過した1900年に、カールラントシュタイナーが血液型を発見し、血液の凝固を防ぐ方法が確立された後のことで、ある。ありがとうございます。